アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。毎日ガンダムオンラインの動画をアップしております。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりにガンダムオンラインやりますので、なんかいろいろとまた新しい機体だとかが増えているみたいなので、まあ、とにかくちょっと参戦してからね、ご託は並べようと思います。よろしくお願いします。まもなく戦闘が開始されます。参戦ボタンを押してください。参戦開始のボタンのタイムアタックが短くなったんだな。これは大事な情報だ。よく覚えておこう。特に、新マップが実装されたとか、そういったことはないのでしょう。ジャブロン。よくあるやつですね。うん。まだ新しい機体とか、まだ一回も見たことないので、どうなんだろう。この戦場で見られればありがたいところですね。デラックスガシャコン、スーパーガンダム以降は回していませんので。本当、どうなんだろうな。大丈夫だったな。と、毎日ガンダムオンラインやってるやつは本当頭おかしいんじゃないかな、もう。毎日ニコニコ生放送とか、YouTube とか動画とか上げて3時間、4時間とか、普通にガンダムオンラインやっちゃうやつはもう本当頭おかしいと思うよ、正直。正直ね。ついていけんわ。疑った方がいい、そういうやつは。疑うんだ、そういう時は。よろしくお願いします。作戦区域内に敵重要目標を確認しました。あ、デッキはいつも通りのデッキです。百式とゼータガンダム、そしてホワイトディンゴキャノン、あと 2F2 です。よろしくお願いします。初動は百式で出撃します。右側ですね。初動は A から出撃して、1番を1踏んでから X 割ります。ちょっと全然今のガンダムオンラインがわからんぞ。ついていけるかな。毎日動画更新しないとな。いきます。あー、しまった。順調に任務遂行中です。しまった。待ってくれ。ちょっと今のはちょっと違うコントローラーを握っていました。くそ、これもジオン軍のこれもやられたな。戦いはもうすでに始まっているということか。ああ、何それ、かっこいいぞ。なっ、すごいのが飛んできて、あ、なんかすごいのがいっぱいいる。なんか緑色のやつが飛んでくる。あれが新しいモビルスーツか。あれが新しい MS ですね。あれが
しまったな。なんだろう、もっとちゃんと見せてほしかったな。で、なんかここにさ、さっき、赤い変なやつもいましたね。赤い変なやつ、あれは初見です。和骨初見です。はっ、ありがとう。修理なら任せてください。あははは、ねっぴ、助かった。礼を言わせてくれ。腕は鈍っていないようだ。腕は鈍っていないようだ。ああ、それ、これ、これ、これ。なんだあいつは。なんなんだよあいつ。すな、四連装キャノンみたいなの積んどるよあいつ。四連装キャノンみたいなのもショルダーから生えて、なおかつあの緑色のチャージビームみたいなのも放てると。恐ろしいやつが現れたな。で、連邦軍側もその新しいデラックスガシャコンの、あ、なんでデラックス、ありがとう、いただきますよ。ありがとうございます。あ、新しいデラックスガシャコンで、あのガンダム TV っていうのが、ガンダム TV ってなんだなんだそれ、チャンネル、 YouTube のチャンネルかそれ。ガンダム TV、 ガンダムヒカキンか、お前ヒカキンみたいに言うな。ハチノス、そのガンダム TV ってのがね、なんか新しくいるみたいです。これ出れんな、これは。うん、で、うかつ、よし、高低差を利用しろ。はい、高低差こそ最強の武器。やばい、ちょっとシュツルムの抱え落ちだけは。ザウンドバカ、まだまだ、ここからが本番だ。許す、許そう。ありがとうございます。はい、ありがとうな。危ない、あいつ、あいつ、あいつ、何人それ、あいつだよ。あれ、なんていうの名前。名を名乗れ。名を名乗るがいい。はっ、助かった。そう、やっぱりね、 2F2 っていうのは、今までこのザク 2F2 はその3点マシンガンを持たせていたのですが、生放送とやってる時にね、お前3点マシ使ってなくねっていうコメントが多々ありまして、3点マシを投げ捨てた所存です。うん、そうすることによりブーストの容量が、あ、長いな、それいっぱいいる、ブースト容量が確保でき、より長く羽ばたけるより早く、体感でいうところの3秒は長くオーバーヒートすることなく飛べる、そういう感じに仕上がっております。ちょっと1番から出撃しすぎていても、ちょっとあれなんだ、外から出撃しようと思います。
なんかちょっと待って、え？え？雨。あ、ちょっとエアコンから水が垂れてきたのか今。エアコンを解禁しますと。さすがにね、さすがにもうこの暑さなので、エアコン使ってないと、いやいやダメだよ、倒れちゃう。実況中だし窓開けれないし。怒られるよね。お宅のお子さんがアムロのやっててうるさいんですけど。困る。ちょっと助けて。あっ、まあ窓閉めてても多分十分この声漏れてるような気がしないでもない、まあ気にしないでいこう。行くのか、任してくれ。援護はしっかりさせてもらうよ、量産型シャン。リロードしっかり、よいしょ、いいよ、よし、前に出る。うわあ、よし、ナイス。お前が来るサムの裏切り、サムの裏切り行為を受けました。いやもう連邦強いね、連邦強いですね、今は戦局的に言うたらやっぱり連邦のちょっと3番が取られる。連邦の方が押してるのかな。ちょ、踏まれてるよ。立たせてくれ。さ、まあね、3番とかここは踏ましても、おおお、これは Z 行く、これ Z 行くしかない。落ちてろお前は。落ち着け、落ち着け、落ち着いていけ。おーおー、無理だ、ダメだ、無理だ、あげるのだけ、無理だ、惜しい、惜しいな今の。汗がもう、脇汗がすごい、久しぶりにやるとやっぱ脇汗がすごい出るね、緊張するから。この張り詰めた空気、この戦いほとばしるこの戦いの匂い、この香りが湧き立てる戦場に、この漂うこの緊迫感がもう敵を討つ。今のハイザックかな、ハイザックだろうな。ヒアリー、あ違うぞ、後ろのやつにあって、ちょっと一回引こう、来るよ、来る、しつこい、しつこい、必要にね、追いかけ、ジオンっていうのはそういうやつの集まりだから、必要以上に追いかけてくるからね、バカ野郎。もう連邦軍強い、連邦軍強いな。これも戦争だから仕方ない。こいつは強い。なんか珍しいぞ。
大体いつもいやこあの やられる側のね人間なんで、大体やられる側の人間なんでね、僕は。こういう時ぐらいね、もうほんとフルボッコにしようぜ、フルボッコに。エステラフいいレーダー、後ろにあるぞレーダーが。よし、右から来る。逃がすな。いいレーダーだ。カステラ、後ろ、落ちろ。はいはいはい、たまがない。交代します、交代します。あとは頼みました。ギャンタック、一時退避します。あれ、攻撃か、うん、どうしよう、これ引かない、や引くがなくてもいいぞ、これは。敵の動きが読めてきた。敵の本拠点を攻撃中なのだ。まだ榴弾が残っている。チャービと榴弾さえあればキルはできる、キルはできる。まあ、こういうとこやね、うん、こういうとこ帰らんから、いつまで経っても準将と大佐を行き来してるんだよね、うん、まあ、こういうとこ分かってんだけどね。やっぱゼータガンダムのこのハイパーメガランチは超当てやすいわ、超当てやすいわ、これうまくない？うまくない？今の勝ち、連邦軍に勝利よ。召喚部屋だよね、召喚部屋。結果として28キル。退出者がいないね。もっと退出 すると思ってたけど、うん、打たれ強い、メンタルの強さだけは高く評価しよう。個人の評価を報告します。 S ガチ、イベントチケット、サンダーボルト実装を記念したチケット、一定数集めることでパイロットコーディネートや交換所でアイテム。サンダーボルト、いや違うよ。え、その TV っていうのは、ガンダム TV は確かにガシャコンにあるのだが、サンダーボルトじゃないと。あれはあれがサンダーボルトなのかな。参戦予約ボタンを押してください。これがサンダーボルトなのか。ん、交換所でなんかできるという、ここにサンダーボルト、ちょっとよくわかりませんね、うん、まああとちょっとで10枚あのデラックスガシャコンチケットがあの10枚あのあれたまりますので、その時にね、この、フルアーマーガンダム TV を、回そうと思います。はい。